ました。わ かりました。聞こえる？あ、よかった。みんなのアイコン見えるようになった。よかった、よかった。みつきさんはゴキブリ出ないかと怖がり、ゆいちゃんは虫と戦う、ノビは虫と遊んでそうやな。遊んでそうなやな、やばい。しおちゃん覚えてるよ。あ、そういうことね。マジゆいちゃんボットが出たってことなのか、しまんちゅうが言ってたの。ごめんごめん。いい音した？氷を入れたコップに今オレンジジュースを注ぎました。なんか逆にいいね いいねとか言って、よし一瞬顔出しますか、しますからって。ちょっと待って、ちょっと配信顔出しできる状態に今持ってくる。よいしょ、よし。通常いくね。こんばんは。ダメだ。なんか 顔出しにしようと思ってやったらめっちゃ落ちました、突然。ダメですね。でも復活したので OK です。なんかちょっと待って なんか画面が曇ってない？めっちゃ。あ、なった。よし、なったなった。ありがとうございます。まじゅうちゃん、まじゅうちゃん、そうだよ。明日は池袋ブロックホールで、1時20分から今はライブがありまして、その後そのままミラフリさんのワンマンにお邪魔してきたいと思います。そうで、その主催昼間の対バンの予約を今承ってるんですけれども、あと5人増えたら嬉しいなってことで。美味しい。 ショールームは顔出ししてると他のページ行ったら見えなくなっちゃうんだよね、確か。なので、ほんと今からでしょ、衣装を洗いたくて、衣装を洗いに行く。手洗いです。もうこの時間だと洗濯機回せないので。レイさん、発音もありがとうございます。私は一軒家ではないので、マンションなので、夜遅いと回せないんですよ、洗濯機が。だから今日は帰りが遅いので、今から衣装を手洗いしていきたいと思います。フェイさん、発音ありがとうございます。イツランポムポムプリンイベチューさん、発音ありがとうございます。そう、みんなのコメントがね、ショールーム読み上がらないからね。でも私、衣装をさ、臭くない、塗らないんだよね。そう、いや、だから洗わなくていいとかそういう問題じゃないんだけど、そう、私は、あんまり衣装は臭くならない派です。そう、自分で言うけど、自分で言うけど、私多分汗かいてもね、臭くないです。なので衣装は高にいい匂いのままです。でもやっぱりね、私基本的に常にいい匂いの衣装がよくて、洋服とかも全部私匂いフェチでいい匂いが好きで、柔軟剤の匂いが一番好きなのね。だから基本的に柔軟剤の匂いしてたら嬉しいから洗う。榊、こんばんは、ありがとう。浪江、同じだ、マンションです。お、マンション仲間？リコちゃん、ありがとう。嬉しい、来てくれて。フォローまでありがとね。早く会いたいわ。ヤモーちゃん、ヤッホー。さっきはキャスの方も来てくれてありがとうございました。
本当に。よし、今から私は衣装と靴下を洗うためによいしょ移動、大移動を始めます。映っちゃうからな、お家の中探検すると家の中が。だからちょっと待って、これを洗って、あとはこれだけでいくかな。よし、あ、いいさ、もういいさよ。お家の中ですらさ暗いとやだ、怖いから。うお、びっくりした、画面見たらいっぱい黄色いさサイリウムがフリフリされてたから今すごい微細、勝手にびっくりしちゃったよ。ありがとうみんな、サイリウム、あやかちゃんかな、あやかちゃんいっぱいありがとう。あ、暗いとこ入ります。やだ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 、よいしょ、よし、どっち向きにしたらいいの、こっち向きにしたらいいのかな、よいしょ、ちょっと待って閉めよう。あ、ゆうかさん、ゆうかさんも黄色いサイリウムありがとう。ゆうくん、やっほー、マーティン、こんばんは。え、リコちゃん日曜日会えるの、やった、キャモン主催、女子無線、どっちだろう。え、もう予約、しかも、もしやもしや、何しようとした、私も、あ、充電器充電器、そうそうそう。めっちゃ天井だけ映して、えい、よし、お、ジャイアンも黄色のサイズ、わーわー、ありがとうございます。よし、なんでだ、なんか画面が綺麗にならないな。よし衣装洗う配信になっちゃう。いや違うんですよみんな、明日の予約を待ってるよ配信なんだけどね、配信しながら、眩しい、どうもめっちゃ眩しい。よし、あ、せやな、よし、ちょっと待ってて待っててって言って、でもこのままにしたくのもさちょっと嫌じゃない、リップつけたいリップ塗りたいよ、なんかないかな、ここにリップある気がするけど、あったあったあった、あるけどこれ絶対色薄い。ショールームはめっちゃメイク濃くないとほぼすっぴんみたいに映るんですよね。よし、無線かどっちかわかんないけど、お昼のやつでも、あー、えも、ありがとう、無線のお昼のやつだ。夜は私が兼任してるキャンディーモンスターの主催なので、もしよかったら夜もね来てもらえたら嬉しいけど、嬉しい、披露宴のお昼ね、ありがとう、入れとく、入れとこうか、よかったら。わー、みんなありがとうございます。洗剤、洗剤どこしまったっけな、洗剤、あ、あったあった、これといいの使ってる柔軟剤、あはははあ、入れてくれた、あ、よかった、オッケーオッケー、ありがとう。よし、あー、なんでかわかった、あやかちゃん、結婚して、結婚して、結婚する、これモーニング娘。の私の推しメンの歌パート、結婚する、うわーってオタクが湧くんですよ、ここで。よし、すいません、いなくなってやっぱり、うん、濃い方が可愛いよし、洗っていくぜ。なんか今日お家帰ってきて手洗ったのね、手洗ってうがいしたらめっちゃ水道に水が溜まっちゃって、え、そんなに私、え、結構定期的に私掃除するから水道、そんなに水道掃除してなかったっけと思って、で、うーんって思ってたら余裕で線閉めてた、
栓閉めたままだったからあれなだけでした。わあ、衣装洗ってさ乾かなかったらやだな。どうかな明日。わあやだな。いやでも私は洗いたいんだ、どうしても。許せないんですよ、なんかあまり洗ってない衣装を着続けるの。やだ、はあ、危ない危ない。よいしょ。で、うちには浴室乾燥機という神のものがありますので、そやつをね、仲間に入れてしまえばね、こっちのもんなんですよ、乾くのでね。俺、生まれ変わったらゆいちゃんちの柔軟剤になりたい。それは初めて言われた。それは面白い。座布団あげよう。皆さん、定期的に煽っていきますのでよろしくお願いします。明日池袋ブラックホールで1時20分よりミライフリート小宮店長の生誕祭がありまして、そちらの予約を受けたまわっております。あと、はい、あと5人かな、あと5人、予約が増えるまで配信を続けろということで。突然配信続けますので、みんなお付き合いを。アタック。これさ、泡さあんまでいいさ、洗濯するときって泡にしたいからさ、でもさ粉洗剤じゃなくてさ、こういうさ、なんていうんだろう、液体洗剤だとなかなか泡にならないから、こうもう水の中でもみもみするしかない。そうそう、なんか桃太郎のおばあさんがもう川でお洗濯してるような気持ちぐらいよ、これ。よいしょ。えい。アイドルが手洗いしてるところの配信なんてさ、前代未聞じゃないですか。どうなの、みんなからしたら。こんな生活感生活感出しすぎてますけど、完全にそんなところも見れてレアで嬉しいです。これ配信されてる？コメント全く来ないから、配信されてるのか不安になっちゃう。寝た？みんな寝ました？よいしょ。さてさて、柔軟剤を入れていくよ。やだやだ、史上初の快挙だよね、だよね、だよね、やはりですよね。はい、柔軟剤アロマリッチです。アロマリッチのこの色が最強にいい匂いでも、この匂いが大好きでずっと使ってたんだけど、なんか柔軟剤がなくなった時に、キヨピラさん、発音もありがとうございます。柔軟剤がなくなった時にさ、自分じゃなくて家族がね買ってくれる時とか、あとはもう急遽本当になくてコンビニで買う時とかってあるじゃないですか。そういう時にこうやっぱり自分が好きなこのアロマリッチじゃない時とかあるの。ソフランとかさ、ハピネスとか、そう、そういう時にもやっぱいい匂いで、だからなんかね、なんて言うんだ、あ、私はアロマリッチじゃなくてもいい匂いと思えるんだと思って。そう、だから柔軟剤浮気をたまにしております。柔軟剤さんもさ、浮気しないでと思ってんのかな、アイドルみたいに。どうなんだろうね。柔軟剤はちょっとね、時間をつけといた方がいい匂いになるので、今日は珍しく黄色のグローブも洗っていくよ。なんでマスクがある、このグローブを洗うんですけど、でもこのグローブはちゃんと乾かさないと多分錆びるので、丁寧に取り扱わなくてはいけません。はい、眠くなってきた。見てるよ。あー、まーちゃんありがとう。たかちゃん、柔軟剤おそろ。あ、おそろ意外と多いのかな、やっぱこれめっちゃいい匂いするよね、これ。いいよね、グローブは一本一本、指を入れる一本一本洗っていきます。なんか心なしか綺麗になっていく気がする。洗濯機で俺もモムモムされた、そして意識がなくなるまでグルグル回る。どうした、病んでるの？
どうしたどうしたどうした、そんなことしたら会えなくなっちゃうから嫌だよ、やだよ。よし、いいんじゃないですか。よいしょ。予約したのであと4人じゃね、したのであと、え、誰がよ、誰が予約してた、え、誰かうちの配信で予約したよ。ちょっと待って、それは見逃してたら大変失礼いたします。明日の配信予約は誰もしてない気がする、今私を始めてからは。それか他のメンバー、どうだろう。ヘロありがとね、さっき、はい、予約してくれて。よし、お洗濯完了です。今日洗うものはこちらのみなので。よいしょ、ジャイアンダルもありがとう。そして強力に絞っていく、うん、もうこれでもかってくらい絞って、うん、よし何度も何度もねじってねじって。子供にさ、あの幼稚園で働いてた時ね、子供にさ雑巾絞りを教えるのって本当に難しくて、感想すごい、雑巾絞りの絞り方を教えるのめっちゃ迷ってた。ちゃんと干してくる。よし、すいません突然消えて。よいしょ。あと5人でしょ。ヤッホー浜さん、ヤッホー、明日の予約受け付けておりますがいかがでしょうかってみんなに言ってく人になっちゃう、しょうがない。絵も最後に見たの、あと1月また1年くらいになってしまう。今日そうだよね、去年もワンマン来てくれたもんね。今年もワンマンは8月20日で、ゆい生誕は9月9日にあります。そして皆さん、9月9日に私の生誕祭、金曜日、そして9月13日私の誕生日当日ですね、誕生日当日はカラーズでゆいの生誕イベント、お誕生日当日一緒に過ごそうねっていうイベントもあるので、9月9日と13日開けておいてください。そして12日は新宿ウォーリーで、これもミラフリさんの主催ですね、めちゃくちゃ対バンが素晴らしいやばいイベントになってるので、ちょっと連日になっちゃうんですけれども、ぜひよろしくお願いします。お力をお貸しください。9日は目黒6名館です。ゆいの生誕は6名館でやるよ。ゆっぽんありがとう、来てくれてありがとう。ミートじゃなくなってしまったので気軽に遠征できなくなりました。そういうことね、えらいね。でも就職おめでとう頑張ってるんだね、えらいよ本当に。いいメイク、お風呂に入りたいんです。実は9月13は絶対行きます。9月9日も絶対来てほしいわ。どっちかっていうと9日の方が生誕ですわ。よろしくですわ。これごと持ってけばいいのか。よいしょ、これかやばいやばい、映っちゃう映っちゃう、こっちの中が映っちゃう映っちゃう、大変大変。よいしょよいしょ、ででんもうね、しばらくおじいちゃん家に住んでるので、メイク落としたらすっぴんになっちゃうよ。でもメイク落とすのね、蚊に刺されたんだけど、やっぱさっき言ったの蚊だったのかな。私絶対にさ、帰ってくるまでには蚊に刺、ほらほらほら、めっちゃ刺されてる、やだ2箇所も刺されてる、悲しい。はあ、もうおこなんだけど私。もう本当にめっちゃ怒ってる私今。
本当に誰かなんて刺してきたの頭おかしくなってきた私が。もうひどいよ、私の血とって大切な血なのに。もう全く、蚊のさご飯ってさあれなの、血を盗むこと。ほら3箇所もかかるんだよな、もうイライラする蚊に対してもう持ってこよう保冷剤。全部さあれだったわ、電気つけっぱなしで来ちゃってた話がビョンビョン飛んでて可愛い。やばいよね、本当に話いっぱい飛んじゃうタイプ、よくないわこれ。すごいさ、なんか話が飛ばないようにとか人と話をつなげようと思って、すごい最近なんか私の中の課題なんだけど、永遠の多分人と話をなんかつなげるみたいな。で私なんか毛細血管しやばいなで静かにしなきゃ。でさ人と話してる時になんかすごいいっぱいこう考えてたら何も出てこなくなっちゃう時があるの。だから物販中に私が本当に黙り込んで3秒くらいチーンってなって帰ってきたら、なんかすごい今頭使ってんだなって思って、いい意味で、いい意味でって言ったらいいとかそういう問題じゃなくて、なんか今すごい考えてんだなって思って、おいしい。いいわ、 A 型です。 A 型だからさ、そんなにさ刺されないんじゃなかったっけ違ったっけ。去年蚊に刺されすぎて金取るぞって言ったで、やばい、それは面白い蚊に、ほんとだよ。だってもしかしたらオロナミンはユイの血が欲しいかもしれない人もいるかもしれないのに、無料でね蚊さんはくっついてお家入ってきて血を盗む。名言いただきました。え、血を盗むって言わないの。産卵前のメスが刺す、そういうこと。え、妊婦か、妊婦さんなのか。基本的に人にを刺す蚊さんは妊婦さんなの。それならちょっと許してあげようかなって思うかもしれないちょっと一瞬止まるかもしれないです。